1940年発行の国際には、品事変によるものと明記されている陸軍省発行の絵はがきに、東京の郵便局で品事変2周年記念の記念印7月7日付を応印した有趣品。記念印には、東和新秩序の標語が入っている品事変は、日中戦争に対する当時の日本側による故障の一つ。薄井勝美によると、 1941年12月10日に、大東亜戦争の命名に、品事変が含められたことで、名称としてはそこで終わりを告げることになった。と言い,い、北広明によると、戦いは続いていため、品事変の周期は、太平洋戦争終結の時となるという。1937年7月7日の、露光橋事件を発端とする。4日後の末井。 はっ特準協定により一旦は収集したが、日本側は、この絵内閣が、北歯派兵に関する政府声明を発表し、事件を、北歯事変と呼称した。7月11日午後5時30分、風見明初期官庁は、今時の北歯事変は、その性質に鑑み事変と称すと発表し、今時事件は全く、品川の計画的武力的公にちなることもはや、 疑いの余地なしと断定し、従来が国が北市におて保有する、中平権に基づく派兵ではなく、品川の計画的武力行日に対する、帝国政府の自衛権の発動に基づくものであり、満州事変、上海事変の出兵と同様の性質のもので、派兵の意義はすこぶる重大と強調した。そして、中国共産党の国境合作による徹底抗戦の呼びかけ、 および蒋介石の最後の関東談話における徹底抗戦の決意の表明、中国軍の日本軍及び日本人居留民に対する攻撃と事態は進展し、8月には第二次上海事変が勃発するに及び、戦線は中止、そして中国大陸全土へと拡大し、日本と中華民国の全面戦争の様相を呈していった。1941年12月までは、 双方とも宣戦布告や最後通帳を行わなかった。戦争が開始された場合、第三国には戦時国際法上の中立義務が生じ、交戦国に対する軍事的支援はこれに反する敵対行動となるためである。国際的孤立を避けたい日本側にとっても外国の支援なしに戦闘を継続できない小介析側にとっても 戦線布告を行うことにはリスクがあった。特に中国にとっては米国の国内法である中立法の適用を避けたかったことも大きい。中立法は1935年に制定された法律で外国間が戦争状態にあるときもしくは内乱が重大化した場合に交戦国や内乱国へ米国が武器及び軍需物資を輸出することを禁止するものであった。 当時、米国では日本に対し中立法の適用を検討したが、中国に多量の武器を輸出していたこともあって、発動は見送られた。事変の長期化とともに、米国、英国は炎症ルートを通じて、重慶国民政府を公然と支援した。ソ連は空軍志願隊を送り、中華民国側を援護した。一方日本は新たに南京国民政府を支援した。 その後、1941年の日米海戦とともに、小海石政権は12月9日、日本に宣戦線復刻し、日中両国は正式に戦争へ突入した。昭和16年12月12日の閣議決定で、日本政府は、今時の対米英戦争及び、今後情勢の推移に伴い非正規することある壁、戦争端な事変をも含むめ、 大東亜戦争と故障すとし、シナ事変という名称は、大東亜戦争に吸収され消えた。国際法上で必要な国家の交戦開始の意思表示がなされなかったため、戦争と呼ばれなかった。日本政府は当初は、北支事変と故障し、その後、シナ事変となった。陸軍省軍事課長、田中慎一大佐は、8月14日の閣議で、北支事変は、 日課事変と解消すべきだ。相手が拡大主義だから我が不拡大は成り立たないといった意見が出ていたと回想している。1945年12月8日から17日に渡って連合国軍最高司令官総司令部に指示されて新聞各紙に掲載された太平洋戦争誌では品事変が使用されたが連載をまとめ1946年4月に 刊行された連合軍総司令部民間情報教育局提供中谷健一役太平洋戦争史法典事件より無条件降伏まででは日誌事編とされた。なお GHQ スキャップは文芸春秋1946年11月号に掲載された青の末吉の中堅作家論ノートにおける品事編と表記について品事編は 日課事変と書かれるべきであると命令した。1946年6月、中華民国の抗議を受けて、シナの文字の使用を避けるべきとする、中華民国の故障に関する件が外務省、総務局長名で出され、次回通達、シナの故障を避けることに関する件が、拡張時間などに伝達された。同文書では、シナに代わる要礼として、中華民国、中国、 日課などが挙げられたが、歴史的地理的、または学術的の助述の場合は、東シナ海や日支支編などの使用はやむを得ないとされた。同通達を受け、7月3日に文部大臣官房文書課長名のシナの故障を避けることについてと題する通知が各大学、高等専門学校長宛てに出されて以降、シナの極が避けられ、 シナ事変の使用は減少し、日課事変が使用され始めた。高等学校学習指導要領は、昭和26年度改定から、中学校学習指導要領社会科編は、昭和30年度改定から、日課事変が使用され、昭和32年度から、前社の中学校歴史教科書で、日課事変となった。昭和五十年度から教科書に、日中戦争が登場したが、 学習指導要領は日課事変のままであった。日中戦争の故障の使用に比例して日本の中国に対する侵略を強調する傾向が強まったように故障には歴史認識も大きな影響を及ぼしていた。日中国交正常化を受け1970年代に日中戦争が普及し日課事変は使用されなくなっていった。ありがとうございます。